レチツァは、ベラルーシホメリ州レチツァ地区の市である。同地区の行政中心地であり、ベラルーシの市の中でも古い歴史を持つ市の一つである。市の名は川を意味するに由来する。自然地理的には、ドニーエプルガーウガンの氾濫源に位置する。交通の用地でもあり、古くは、帝政ロシア末期のポレシエ鉄道。現在は、幹線道路により、州都、ホメリ、また、 ブレスト州の州とブレストと接続している。また、32の起点、33の起点でもある。19世紀初頭の人口は1770人であり、うち83%が中3階級とする記録がある。2005年に約65,500人、2015年に65,624人、2016年に66,172人だった。 2017年は6万6009人であり、2017年の時点で、ベラルーシ・ホメリ州内で5番目の人口を有する。レチツァ上中世のレチツァの軍旗機レチ佐駅、レチツァに関する資料上の最初の言及は、グストインスカヤ年代期、あるいは、ノブゴロド第1年代期の1213年の項で、ある。この年、ルーシ諸公の一人ムスチスラフが、 フセボロドに対する遠征軍を起こし、キエフへ向かう途上に、レチツァを陥落させている。11から13世紀の間、レチツァは、キエフ公国あるいは、チェルニゴフ公国に属していた。14世紀末、レチツァは、リトアニア大公ビータウタスに接収され、リトアニア大公国領となった。この時期に、松の木で城が建設され、以降200年間現存していたが、 1654年にコサックによって焼き払われた。1511年にマクデブルク法が施行された。また1566年にミンスク県が設置されるとデチサ軍の行政中心地となった。またパゴーニアのあしらわれた軍旗が16世紀より用いられていたことが知られている。この衣装は現代の師匠にも受け継がれている。17世紀半ば、 ポーランドリトアニア共和国が戦乱の時代に陥るとレチツァもまた被害を被った。1667年のアンドルソボ条約ではレチツァはまだポーランドリトアニア共和国内に残されたが1793年の第二次ポーランド分割によって帝政ロシア領に組み込まれた。ロシアのミンスク県に属しレチツァ軍の行政中心地となった。 1914年の段階で、ユダヤ人は、主人公の6割を占めており、また20世紀初頭には5つのシナゴーグがあった。しかし1941年8月23日に、ナチス軍に占拠された後、多くのユダヤ人が、ゲットーに隔離され、殺害された。都市は1943年11月18日に、白ロ,ロシア戦線によって解放された。 ソビエト連邦期末年の1986年、チェルノブイリ原子力発電所事故が起こると、レチツァは放射性降下物による被害を被った。ソビエト連邦の崩壊を経て、現在に至る。レチツァは、以下の都市と姉妹都市として、提携を結んでいる。ハットイリオサムタク、コシノツヨシ編著、ベラルーシを知るための五重賞赤市書店、2017年。P90。 井桁貞義編、根菜スロア辞典三成堂、2009年、P460、12015、12016、税2015、税税、12017、税2016、税税、2017、AB、バイバイ、MHT、税、税、バイバイ、MHT、ありがとうございます。